見ろ。準備はいい？よし。どうも。急ぎましょう。行くぞ。大聖堂にいるあの方の力によるものだ。ネズミ一匹通れんよ。死人使いの男の仕業ということか。手回しがいいな。今さら戻れんだろ。こいつと仲良く眠るがいいさ。なんかじゃない。王子の呪いを解くためなんだよ。本当なのか、王子殿下。まだ、ああ、生きてる。だから今すぐ構えろ。そうか、ならば私は何時使命にさまよう人、憂いを旅人、立ち止まることをあなたは歩み出して道を選ぶためです。使命じゃない、私の意志だ。まだ死ぬわけにはいかない。ありがとう、気高き若者を選びし人。これより恐れも不安もあなたの光、王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。
我が名はアイゼリン・バルチェッリ・マイアル・ヒュルケンベルグ。王子殿下直属の近衛部隊最後の長である。今再び主君のための力とならん。アルセス、今解放してやる。我が守るべき主君のためにこの力で道を切り開く。アルセス、しばしの辛抱だ。すごい力を感じる。これ、二つのアーキタイプが呼応してる。クライアント、ごめんなさい。我が正義にかけて。この技じゃない、なすべきことのために。遠距離なら接近戦だ。連携しよう。存分にやれ。全力で行くよ。やるぞ。この技じゃない。覚悟はいいか。力を引かずに。いや違う。行くぞ。いや、こんなものか。かすり傷だ。シーカー、そうじゃない、一緒に行こう。行け。これでどうだ。はぁ、まっすぐことのために。落ち着いていこう。力を貸して。もっといい手がある。シーカー、かすり傷だ。覚悟はいいか。英霊の力を。恥ずかしくない戦いをする。シーカー。こんなものか。この守り崩せぬぞ。落ち着いていこう。この力で。アルセス殿下を、マリアの住むこの国を頼む。最後の言葉、確かに受け取った。よし、うまくいった。さらなる高みを目指す。よし、成長したぜ。眠れ、アルセス。
王子殿下とマリアのことは任せてくれ。この結晶、廃鉱山にあったのと同じものよね。禍々しい気配が一緒。とりあえず壊してみましょう。死人を起こしただけでなく、こんな異様なものまで。あの男、放ってはおけない。そういえばあんた、この絵だと言ってたな。王子襲撃の晩もその場に。末席としてだがな。騎士になりたてだった私は何一つ守れなかった。殿下は呪いを受けて、その後姿を隠された。アルセスは殿下と失踪した側近の一人だ。共に死んだと思われていた。でもあなたは王子は生きてるって信じてたのよね。一人で捜索隊を名乗り放浪していたが、陛下の訃報を耳にして戻った。その後は知っての通りだ。よし、先を急ぐ。いや、心配ない。嘘言うな。出鼻でまともに食らってたしな。一度戻った方がいい。しかし、ここまでしてくる以上、あの男も時間を稼ぎたいんだろう。一刻を惜しむより確実を期すべきだ。失敗できないからな。一旦戻るってことでいいだろう。本人に決めてもらおう。分かった、君たちに従おう。ちょうどいいとこにマリアが目を覚ましたんだよ。ただ怪我は悪くないんだけど、閉じこもったまま出てこなくてね。伝えたんだ、お父さんはもう帰ってこないって。そうか。そうだ、あの人の持ち物からあんたたちへの書き置きが見つかってね。使えるものがあれば使ってくれってさ。部屋に置いといたから受け取ってやって。もう一度様子を見てくるよ。あんたたちは気にせず休んでちょうだい。ルビメ、匿名は引き継ぐってことでいいの？匿名？王子の呪いを解くためにルイを撃つ作戦よ。失敗したまま投げ出さないから。そのことならとっくに腹は決まってる。どうなの、ルイを追う気はある？そんなの当たり前だ。ああ、あんな悪党は野放しにできない。奴が王になればどんなことが起こるか見ただろう。これ以上勝手はさせない。ルイの討伐か。だったら私も加えてもらえないか。君たちが砦でひどい目に遭ったのは聞いた。それに加え今回の件、ルイ一味は本気で王座を奪う気だ。共に行かせてほしい。あの男を排除できても王位を継ぐ方の御身を救えねば水の泡だろう。王子殿下のお命が救われる。その日まで戦い抜いてみせる。願ってもないけど、いいの？もともと続けていた旅が少し長引くだけのことだ。どうだ？大歓迎だ。そうか、感謝する。今度は私が君たちを守ろう。改めてよろしく頼む。任せておけ。やっと同志として信じ合えるな。目的が果たされるまで私もこの命預けよう。忠誠熱き騎士ヒュルケンベルグ、彼女こそ騎士の美徳を心に宿す者。彼女との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。たとえこの命尽きようとも。そうだ、
仲間になったんならあれを見せないと。今この瞬間の王子よ。だいぶ前から眠ったまま。王子殿下。でも早く呪いを解いてあげないと。遠くないうちに。例の男が大きな手がかりだ。何を企んでいるかわからないが、捕まえてルイの居場所も吐かせてみせる。奴の狙いは王爵だろう。王爵が安置される部屋は強力な魔法で封印されている。解除できる腕があるとしても何日もかかる大仕事のはずだ。それで喪が明けるまでとか言ったのかな。もしそうなら喪が明けるまでまだ日がある。少しは猶予がありそうね。けど最悪の日を待てってどういう意味なんだろう。単に王爵を奪ってやるって意味なのかな。その前に捕まえればわかることだ。お上の許可はもらったし、この宿を拠点にさせてもらおう。それが良さそうね。今日はもう遅いから明日ここに集まりましょう。グライアスとマリアのことは責任を感じてるの？当然だ。一人で悩みすぎないでね。私がもっとうまくみんなを導ければいいのに。道案内だってちゃんとできてない。生き延びられたのはガリカのおかげだよ。本当？でもそう言ってもらえると嬉しい。落ち込んじゃってたけど、これじゃダメよね。グライアスが命を張って遂げようとした任務だもの。私たちが何とかしなきゃ。一緒に頑張ろうね。できることなら何だってするから。過去よりも今を大事にしないと。それじゃ明日に備えて今日のところはゆっくり休みましょう。休みましょう。見ていたよ。力に目覚めた大切な仲間が一人失われてしまったな。人の命の儚さに唖然とさせられる。悲しいな。だが無に帰したわけじゃない。彼は最後の瞬間まで恐れや不安に立ち向かい続けた。古き英雄の生き様が物語で受け継がれるように、彼もまた知られざる英雄として心は君に受け継がれる。だが力の目覚めには試練が伴う。たとえ乗り越えてもこの先は君自身の資質が問われる場面も出てくるだろう。アーキタイプと自身の資質、両方を愚直に磨き続けることだ。それが世界を変える一歩になる。応援しているよ。おっと、そうだ、もう一つ大事な話がある。君がここを訪れるには落ち着いて本を開ける場所が必要なわけだが、そうなると敵がうろつくようなところでは難しい。でもそれではやりづらい場面も出てくるだろう。そこでだ。
賢そうだろう。こいつの首輪には特別な魔導器が仕込んである。僕の方から会いに行くとまではさすがに行かないが、こいつの意識を代わりに使わすくらいはできそうだ。戦いの場でこいつの姿を見かけたら触れてみるといい。必ず君らの旅の一助になるはずだ。命をつなぐためあらゆる力の組み合わせを考え続けようじゃないか。ではまた会おう。何？まあいい。神王が決する日にまた一日近づく。すまない。構わないさ。ああ。私も。大丈夫さ。そうね。あ。うん。そうだな。ああ。わかったわ。集中しよう。
ろしくな。ありがとな。頑張りましょう。Thank you.
くな。ありがとな。頑張りましょう。もう何のまだまだ達成だね。どうしたどうしたの。神王が決する日にまた一日近づく。どうする？
私は。改めて、私の名はベルギッタ。この店と魔導機の商いを仕切ってお前、ブラントラドは初めてだ。ならば魔導機をどう思っている？楽なものかな。ほう、便利ではなく楽。分かってるじゃん。では次だ。隠し事は得意か？得意かもしれない。なるほど。断言する奴よりは信用できる。ならば、最後の質問をしよう。お前、信じている神はいるか？ここでは言えない。人に聞かせられない宗教か？少なくとも聖教ではない。なら答えなくていい。お前は見込みがありそうだ。怪物退治を頼むにふさわしい。実は魔導機の輸送に使っている道を怪物が餌場にして困っている。調べたところ近くに巣があるらしくて、そこへ行って奴を退治してほしい。ちょっと待ってよ。そんな大事なこと私たちに頼んでいいの？大事だからお前たちに頼みたいの。この件はとある事情で軍を頼れる。しかもそういった組織には内密にことを進めている。でもブライアスの連れは信頼できる。ブライアスとどんな関係なの？そんなことまで明かす気はないの。どうする？困ってるのは確かみたいだけど。もちろん対価としてまとまった金を払う。店での買い物もある程度なら融通している。その怪物の巣は宝が眠ると言わせる。危険と同じくらい他に得るものもあるだろう。では引き受けてほしい。分かった。感謝する。場所は少し行った先のベレーガ回廊だ。重要な依頼だ。ここね。どんなお宝が眠ってるのかしら。迷宮だね。足がないなら馬車を貸す。徒歩で向かうのも少々遠いからな。中央通りの南の大扉を通れば外に出られる。死ぬんじゃないぞ。頼むぜ。
必ず。行くぞ。よし。どうする？急ごう。ここらのは片付けたけど、死体動いてるし、警告はしたから。じゃあ。待て、大聖堂に入るつもりか？ここから行けるの、知ってるんだ。この先の道を開いたのは俺たちだからな。大聖堂の中は、もっと危険な状況にある。あんた、怪我してんじゃないのか？そんな体で、この先に行けるとでも。何を偉そうに。私だって大聖堂に行かなきゃいけないの。手当てしに戻った方が。ダメだよ、友達が閉じ込められてんだから。助けに行った兵士も帰ってこないし、このままじゃ死んじゃうかもしれないんだよ。じゃあ助けてくるよ。ちょっとあんた。俺も賛成だ。話を聞いた以上、見殺しにはできない。何が目的？怪我人に無理はさせられないってだけだ。嘘つき。バリパス助けるとか裏ありまくりでしょ。そう思うのは勝手だが、俺たちはどの道大聖堂へ上がるつもりだったんだ。あんたが痛みをごまかして突っ込むよりも、素直に手を借りた方がいいと思わないか？分かった。あんたたちに託すよ。探してるのはパリパスの女の子。私と同じくらいで、黒い髪で黄色い鼻の髪留めをしてる。お願いだよ。俺は考えておくから。重要な依頼だ。注意しろ、まだいるぜ。
どうだ？いい感じね。みんな備えて。準備万端だ。ちょっとしっかりしてよ隊長。負けるか。残念だったな。やろうねストローク。熱い。隊長の体力ナイト回復してあげて。かかってくるがいい。熱い。生まれた。かすり傷だ。こんなものか。かすり傷だ。これしき。隊長の体力残りわずか。覚悟はいいか。叩き切る。残り3つ。よし、うまくいった。ここは我が剣。せっ、そこだ。王者の魂をここに。壁を追いやすいから注意して。かすり傷だ。こんなものか。熱い。ヒルケンベルグが焼けもしてる。攻撃受けたら怖いよ。どう？出た。よし、できた。こんなところに。ストローレ。ふっくら。大丈夫。残り2本。油断しないでね。負けるか。どうした。私はまだ立っているぞ。うわ、仕上げだ。よし、うまくいった。そこだ。タクシーか。まだ倒れるわけには。助かった。あともう一回。あいつ、くらえ。これ式。ふっ、やっ。勝負ありね。あたしたちの勝ちよ。これで片付いたみたいね。拾ったもの使えそうだな。ここなら。ふう。どこにしようか。いや、行こう。
振り切ったか。もう安全だ。キャッター、このまま押し切る。ねえ、宝箱が近いよ。宝箱、この近くにありそうよ。宝箱が近いわ。この辺りよ。さっきは、どうだ。相変わらずやるな。
行こう。せよ。敵はまだ残ってる。油断するなよ。どうする？
どうだ、キャッチャこのまま押し切る。気を抜くなよ。さすがだな。セッキャッチャッチ。よし、一気に行こう。フッキャッチャー。残り2つ。みんなセッそこだ。貴族さすがだ。そこ最後の一撃すごかった。この調子でいきましょう。敵はもう残っていない。しばらくは安全だ。どうだ、この余計を。先制攻撃だ。分かった。手加減はなしだ。切り捨てる。到着だ。もう少しだ。やるな、ヒュルケンベルグ。さあ仕上げだ。みんなやれ。そこだ。まずい、敵の攻撃が来るわ。まだ耐える。うらもう敵はいないみたいね。先に進むよ。悪くないな。勝ってこい。注射。何もないね。先に進もう。キャッチ、キャッチ、カーチューだ。今のうちにやる。全力を尽くせろ。王者の魂をここに。この調子で、その手加減はなしだ。叩き切る。残り2つ。死のつく。落ち着く。やっ、強い。はあ、仕上げだ。せそこだ。じーっ、勝負ありね。あたしたちの勝ちよ。やれるようになってきたかな。片付いたか。これで安全になった。一気に攻める。続けて攻める。加減はしない。切り裂く。いい感じだ。覚悟はいいか。切れた。みんなパリッ。油断しないでね。大丈夫。やっ、最後だ。よし、その息よ隊長。うわ、あともうちょっと。しっ、そこだ。見たか。この調子でいきましょう。挑む相手を間違えたな。よし、さらなる高みを目指す。敵はもう残っていない。しばらくは安全だ。